ミナンシュタクトモス、いいごみしろ今日。はい、というわけで、いつも動画を見てくださっている方ありがとうございます。タクです。今回はですね、くるみパンを作っていこうかなと思います。まあ、定番のくるみパン、今回作っていくんですけど、今回はですね、フィンガ状、こういう細長い形の成形をやっていこうかなと思います。まあ、フィンガ状の成形って、ちょっと初心者の方には難しいかなっていうところもあると思うんですけど、今回はですね、そのフィンガー状の成形のコツとか、まあ、簡単にできる方法を分かりやすく説明していけたらいいなって思っています。その同じ太さにするっていうのは特に難しいところになりますね。まあ、この成形ができるようになると、そのバケットだったりっていう、ちょっと難しい成形とかができるようになるかもしれないです。じゃあやっていきましょう。今回はフィンガー状に成形していきます。最初にガス抜いてあげて、裏にしたら、三つ折りにしていきます。1回、2回ですね。ここの閉じ目の部分しっかりと閉じてあげてください。はい、こんな感じですね。で、鉄板を置くとき、閉じ目が、ちゃんと下にないように気をつけてください。もし台にくっついちゃうときは、手粉を使っていただいて大丈夫なんですけど、手粉を使うときに、生地の一部だけ、手粉がついてなかったりすると、そこだけその台にくっついちゃって引っ張られちゃったりするんで、もし手粉を使うときは全体に均一に、
使うようにしてあげてください。はい、そしたら二次発酵させていきましょう。はい、そしたら焼いていきましょう。はい、パンの方焼き上がりました。くるみのとってもいい香りがしますね。別にローストしなくてもまあ大丈夫なんですけど、ローストした方がそのくるみが香ばしくなってより美味しくなると思います。最後仕上げしていきたいと思います。今回ピーナッツクリームをサンドしていきます。なんかくるみパンっていうとこのピーナッツクリーム塗ったやつって結構定番だと思うんですけど、なんでこれピーナッツクリームが合うか皆さん知ってますかね。俺は知らないです。もし知っていただいたらぜひちょっとコメント欄の方で教えてください。はい、というわけで今回これで完成になりますね。またね、こういうちょっと整形のやり方とかをちょっとメインにした動画も今後やっていきたいなと思ってんで、またぜひ見ていただけたら嬉しいです。もしよかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバイ。